建て替えが検討されているのはキャネルシティ博多の新館として2011年に建てられたイーストビルです。キャネルシティ博多を運営する福岡地所が先月福岡市に提出した届出によりますと、店舗面積を今年5月25日におよそ2割縮小するとしています。関係者は福岡市にはない高付加価値のサービスを提供する高級マンションに建て替え、富裕層を呼び込みたいと話しています。ただビルを解体した後、マンションの建設費用のめどが立つまでは駐車場として活用するということです。イーストビルは今年3月に延伸開業する地下鉄七隈線の新駅、櫛田神社前駅の近くで、周辺はホテルなどの建設が進められています。福岡地所は建て替えについて、今はまだ話すことはできないとコメントしています。